それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は、見た目普通の整数の割り算です。ただ、数学オリンピックの問題のようなんで、ちょっと一筋縄ではいかないような問題なのかなと思います。問題を確認していきます。6の83乗を足す8の83乗を49で割った余りを求めようという問題です。これでもパッと見で49が 7×7 で、6というのは 7-1 で、8というのは 7+1 だというのが、パッと見の数字を見た直感で思いつく人ならば、こんな風に式を展開してあげればいいのかなっていうことが結構簡単に思いつくと思うんですね。6の83乗足す8の83乗っていうものを 7-1 の83乗足す 7+1 の83乗みたいな形に式を変形してあげるわけです。で、こうすると、私の動画の中のシリーズでもよく使ってますけれども、二項定理というやつをですね、使うと、特に後ろ側がマイナス1とプラス1なんで、マイナスプラスマイナスプラスっていうふうに交互に出てくるようなことになるので、うまいこと打ち消しあったりとかして都合よくなってくれるんじゃないかっていうことが思いつくわけです。では実際に、6の83乗 7-1 の83乗っていうのを二項定理で展開していくとどうなるかっていうと、 C83 の0の7の83乗、次はマイナス1の1乗が出てきますから、 C83 の1のかける7の82乗を引く形になって、次がプラス、次がマイナスのような形で点点点点点というふうになっていって、後半の方はどうなるかっていうと、マイナス C83 の、どこを書こうとしているのかな、 C の83の81の7の2乗ですね。で、足す、C83 の82の7の1乗マイナス C の83の83の7の0乗というような格好になっていくわけです。これができるとですね、8の83乗の方は、これ7+1の83乗ですから、上のこの二項展開のマイナスをただ全部プラスに変えていけばいいだけだっていうのは、すぐにわかるわけです。ちょっと面倒なんですけど、ちゃんと並べて書いていきたいと思います。ここまで来たら、上の式と下の式を足してあげればいいわけですね。そうすると6の83乗を足す8の83乗というのがどんな式になるのかというのが見えていくわけです。こんな風に、一つおきにですね、項が消えていく、で同じ項が出てくるということなので、それを使えばですね、割と簡単に答えが出ていくと思います。2かけることの C の83の0の7の83乗で、
1つ大きいに出てくるわけですから、 C の83の2の7の81乗で、これで点点点点点っていうふうにずっと進んでいって、 C の83の、まあちょっと分かりやすくするために80の7の2乗あ7の3乗ですね、足す C の83の82の7の1乗7ですね、というような、まあこんな風に式がなるという風に整理をしてあげるわけです。ここまで整理ができるとある大切なことがわかります。この一番最後の項を除いたところっていうのは7の2乗すなわち49でくくってあげることができるので49で割り切れるんですね。ということは余りを求めるっていうふうに考えるっていうのはどういうことかっていうと、まあちょっと式を整理していくと 2×49× ということで、まあ括弧の中も、まあこの段階ではちょっとちゃんと丁寧に書いてますね。まあもうめんどくさい時は点点点点点でもいいような気がしますけど、こんなふうに括弧の中が整理できていって、まあ49できちんとくくれるわけですよね。で一番最後に C83 の 82×7 というところだけちょっと49でいきなりは割り切れないので、 C83 の 82×7 というのがまあ波数として出てくるわけです。今求めたいのは余り、49で割った時の余りなので、どういうことかというと、この最後の 2×C83 の 82×7 というところを49で割るということを計算してあげればいいということになるわけです。では 2×C83 の 82×7 っていくつなんだっけって考えると、 2×83×7 ということになりますから、まあちょっと数が大きくてめんどくさいんですけども、 2×83 が166なんで7をかけて、で7642なのになぜか4って書いていて計算間違いしてるんですよね。1164とかこの人書いてます。ちょっとしばらく計算間違いしたせいでなんか頭の中で戸惑ってる様子をじっとご覧ください。皆さんはまあこういう計算間違いをしないようにぜひしてください。よく計算間違いしたところは動画から消した方がいいんじゃないんですかっていう方がいるんですけど、毎回問題初見で解いているので、計算間違いしたところもまあそういう間違い皆さんはしないでくださいねっていうことで、そのまま動画の中で残しておくようにしていますので、まあそういうところはまあ適宜早送りするとか、そんな風にして見ていただけたらなというふうに思います。なんかここで割り算してるうちに、あれなんかちょっとおかしくないかと思って、7×6 が42なのに、あれ1の位に4って書いてるぞっていう風に気づいて、あダメだっていう風に計算間違いをしたことに気づきました。まあ数字の計算っていうのは難しいですよね。でここで1162だっていう風にやっと気づいてですね、あ1162だったらいくつになるかなっていう風に、まあ割り算ももう一回やり直しになってるわけです。まあでも一回ね計算間違いとはいえ計算してるので、まあそんなにいろいろ考えなくてもできていって、余りが35だということが分かりました。でこれじゃあ元の式ってどういうことなのかっていうと、6の83乗足す8の83乗っていうのが2×49×、まあちょっと省略しますけど、まあ二項定理的なものが点点点点点とあってですね。で、残りが、
23×49 足す35になっているということですね。なのでまあ49で割れば余りは35ですよねということで、答えは余りが35というふうになるわけです。ちょっと計算に手間取ってしまいました。いかがでしょうか。ただ割り算をして余りを求めるだけという、まあ非常にシンプルな問題なんですけれども、なかなかちょっと簡単にはできなかったですね。ちょっと最後の方計算間違いしてしまいましたけど、皆さんは気をつけてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。